他の人ここやんない？やってんのは見たことないね。見たことない。うん。いいね。ま、あのマーカーを打ってやってるっていうのは見たことないね。あ、そう。ここを着きましたけど、沢村選手。はいはい。これブレイクですね。そうですよ。なんでまたこのブレイクを。ブレイクはただのブレイクじゃなくて春節のブレイクです、これは。あ、春節のブレイクなの。はいはい。おお。ご存知なかった？そっち。あ、ここ9メーター春節？9メーターもあったかな、一番深いところ。7メーターぐらいだと思ったけど。そんなもん。そのショルダーをとりあえずクランクベッドであっさりと。そこブレイクなんだ、春節なんだ。そうそうそう。ん？春節っていうことはこっちはもうとっても穴っていうこと？あ、それはもう6メーターあるでしょ。あ、そう。で、僕の下で今2メーターぐらいでしょ。1メーター、2メーターぐらいだよ。っていうことはどっかこうやってれば当たるっていうことは、当たった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 。でも当たって上に乗っかったあたりでこうゴンってね、来ないな。このショルダーも岸から結構近いんでね。ああ、そうか、ここか。岸釣りやっても十分対応できる場所だよ、これは。うん、そうだね。岸からも釣れるね、ここは。うん、この間のプラで、なんかちっちゃいのポコポコ釣ったわ、ここで。そう。うん。そうそうそう。クランクベッド引いてると体温まっていいや。ねえ。この春節って、これ何のために春節したんだろうね。なんだろうね。水門のために春節っていうのもあるけど、こんな深く掘る必要ないもんな、うん、この前に。どっか、この春節は深いよ。どっか持ってったんだろうな。うん。クソ浅い方は何にも、ブレイクも何にも関係ないとか。ないね。ただ、ボトムは硬いよ、結構。うん。北浦もな、護岸してなきゃ最高のところなんだよね。うん、確かに。足がなかなか釣れなくなってきたよね。うん。ダメ、見切ります。コツコツ沢村、見切り早いよ。コツコツ。なあ、もつれん。今度ここはあの六甲大橋手前の小井池す郡と呼ばれてるところです。勝手に呼ばれてるという地名は分かりません。そこの周りにね、ちょっと春節っていうかな、またあって、デコボコが、ハンプがあるわけです。そこをね、狙ってます。沢村選手です。コツコツしてますよ。ほら、この下芝があるよ。それ芝？うん。どうもなんかコツコツしてて、また引っかかりそうな雰囲気がある。もう違ったか、今のコソっていうね、今日当たりが小さくて、うん、確かにコソっていうんだよね。おお、ほれ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 。お、フィッシュだ。あ、ちっちゃいのがバレてしまいました。ちっちゃいのがバレちゃいました。はい。あ、ポークが丸まってますよ、これ。たまになるよね、これはね。
フォークの足かぶさり、フッキングしないまま加えて、水面出てきてポジョンって。さらにちっちゃいね、今バレてしまった。うん、バレた。だってもうこの辺でコンコンコソコソとかやってて、コソコソっていうのが当たりなんだ。小さいハンプにね、一匹いるんだよ、やっぱりあの小さいのがそれかはね、大きいの一緒にいても食わないのかもしれないけどね。やっぱ地形っていうのは大切ですかね。もちろん、うん、例えば杭なんかのブレークが絡む方がより釣れるでしょう。うん、一緒ですわ。なるほどね。魚さんは何、あのブレーク沿いに動くんですか。いや、なんとも言えない。ベイトフィッシュと一緒に動いちゃうこともあるし、うん。ションを見ててくださいね、ロッドアクションね。これがあのオリジナルキャリラバアクションです早いでしょ、意外とね。みんなが持ってる、意外とね、みんな軽いの使うんだよね。うん、それ何オンス。2分の1、4分の1、2分の1、2分の1ね、うん、うん、で、今ちょっとテキサスでこう同じ弾き方したんだけども、うん、これブレイクが声に落ちてる時にはこの釣り方非常に有効。なるほどね、うん、フィッシュ、これはいいや。そこにもブレーク、そっちにもブレークあって。なるほど、うん、どうサイズは。これいいよ、うんうん、どら、良くもないか。まあでも悪くもないよな。うん、ちょっと軽めだったな。でもお腹がぺっちゃんこでほら、うん、ちょっとお腹ぺっちゃんこでかわいそうだから、お背中しか見せてあげないどうだい、こっちからカメラ線でほら、はい、こうやってお口だけ大きいだろ、売れ行けね。あのブレーク沿いにいたってこと。スーこれですわ、スーでポンって、ね、こういうところをね、こうやってこうくっつけちゃうの。こういうところ、ここピョンピョンとこう過ぎた瞬間にね、こうカッと、わかるかな。わかんねえだろうな。ダメですね。パッとしませんね。パッとしませんね。バイトアップみたいですよ。ちょっとほらほらほら、あー乗らねえ、畜生。すげえよ、バイトいっぱいあるよ。乗らねえんだ、小さくて。バイトがこれが難しいんだ、これ乗せるのが。ブレーカー結構急なんだ、ここが。
今ブレークの下で当たった？途中で当たってる、うん、そこら辺のブレークからスーッと睡眠させる途中でコーンってくるんだけど乗らないのよ。だからあそこで来るんだったらこいつにもついてそうなもんなんだよ。俺ほら来たな、食べて食った、今ブレークから抜けた瞬間だよ。でしょ、うん、小さい、小さかった、小さいよ、チビ君なのか、だから乗らないのか。あんだよ、そのサイズか、バスが一番おとなしく持てる方法それ、うん、この間大会のね、ウェイン時にね、やってた人がいたんですよ。このエラの間にね、こうやって指入れて一切動かない、うん、これ口に手入れるとバーバーって暴れるでしょ、うん、クランクベイトはもしこっちにかかってなければこの持ち方すると非常に安全に取れますよ。なるほど、クランキングが良かったの。うん、あいててて、いや、別にそういうわけじゃなくてね、あいててて、てちょっと動かさないでね、よいしょ、あぶね、クランキング釣ったから早速真似するカーブであったよし、今度乗った、ちっちゃいよ、ほらいっけねこんなちっさい、よいしょよいしょよいしょ、今日一番小さい魚、なにかわいそう、こんなの、なんで、なんか固まってるよ、あの辺。うん、今、沢村くんが釣れるリグで釣れる場所を、僕はルアーを回収したぞ。素晴らしいリグだ。これでこの人は一体何を釣ろうとしたんでしょう。ほれほら来たな、違う、さすがマイルトンリグだって、マイルトンリグだ、さすがだ。そんなサイズよくはないけどね、うん、やっぱこのサイズだな、今固まってんのははい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 、あ、パックリいってしまってるよ、川上君、これは思いっきり、はいはい、この人すごいよ、何釣ろうとしたのか分かんないけどダブルラインになってる。え、ダブル、父は父はでやったのか、よくわかんない結び方だ。さっきのブレークより少しサイズがいいかな。な。ではね、沢村さん今日はいくつかルアーをこうローテーションしながら使ったみたいなんですけど。はい、で、まあ数多くは使ってないですよね。うん。で、まあなんていう、狙う場所場所。ね、うん、例えば深いところの半歩を狙うにはまずこれを投げてみたいな、はい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 、そういうお約束的に自分の中でもうすでに組み込まれてるでしょ、うん、僕もそうだけど、そういうのってそのアングラアングラによっての非常に好みっていうのが強く出るんで、うん、まあ、1投目に投げるのがこれだとかっていうのがやっぱり、ね、湖によって、そうね、湖によってまた場所によって、うん、もちろんもちろん、もうね、まずこれだとか、うん、いうのは必然的にというか、なんか決まってますよね、うん、で、今日見てるとね、沢村さんが、とりあえず今日はクランキング、うん、クランキングがまず1投目でするのが多かったんではないかと見受けてたんだけどね、うん、で、この辺はやっぱなんで好きだから手っ取り早いから、まあ、とりあえず今クランクベイト、そんなストロングなね、超過をもたらしてくれるっていうルアーではないんだけども、うん、少なからずね、活性の高いやつは反応してくるんで、あ、なるほど、とりあえず拾えるんであればそれで手っ取り早くパパパパッと拾っていっちゃう。なるほど、うん、まあ、その後にこの
キャリラバだとかね、うん、テキサスリーグ、はいはいはい、テキサスリーグの特にこのカリフォルニアアームのこれ LPTZ ですけどね、うん、これはスナグレス効果は非常にあるんで、うん、例えばさっきのようなオダオダ、うん、芝とかね、うん、その手のやつには非常に有効ですよね。なるほどね、うんそういった形で使ってると、うん、まあウエイトとかその辺は深さとかね、うん、あと魚の状況に応じてある程度変えていくんだけども今日はまあ4分の1で、あこれ4分の1なのね、うん、水深のあるところでも今日4メーターぐらいまでしかやってないですからね、うんうん、あなるほどね、そうかそうか、うん、ただそのルアーローテーションに関してはとりあえずこうでなければいけないっていう法則はなくて、うんまあ、でも手っ取り早く取れるんだったら先に手っ取り早く取ってしまおうと何匹か、それで徐々に取れない魚を取っていくと、そうそうそう、うん、でとりあえずまあ点で打っていく場合にはキャリアバで、うん、スナグレス効果を欲しい場合にはテキサスリーグ、ああなるほどね、まあ、今日はそんな感じの2本立てっていうのは、なるほどね、うんうんまあ、特に調査ローって言ってもね、値掛かりはそんなに少ないところだし、うんそうだね、カバーを考えなければ、うん、僕何でもかんでもラバージグなんだよな、うん、今日はそういう感じだったね、いつもそうなの、うん、でもまあそれで釣れてしまうからいいんだけどもっていうかね、釣れる何このアクション、うん、なりスイミングの深さ、うん、とかもう全部だいたい8分の3とか2分の1オンスとかその辺のウェイトでの、うんうんうんスピードタイミング、うん、っていうのをもう何年もやっててね、うん、で覚えてるんです、はいはい、だからロングキャストして線で釣る、うん、釣りでもラバージグだし、うん、点で釣るのもラバージグだし、うん、スイミングさせるのもラバージグだし、うん、何でもラバージグなんだよね。でよく言われるのがそのラバージグのアクションはっていうのをよく言うあどういうふうに動かせばいいのって、もうそれは人なり一言で例えば今日の映像を見てもらっても分かると思うんですけどね、うん、川辺君と僕とではもう明らかに違う部分もあるし、違うよね、同じようなところもあるし、うんうん、人によってはねあれって本当に釣れんのっていう動かし方する人もいますしね、うんうん、でもそれはそれなりにその人のアクションっていうのが自信持てるものであるから、そうだからもういくつもアクション僕も持ってるよ、ラバージグだけでもね、ただその時に食うアクションっていうのは確かにあるあるんだ、うん、それはある、うんうん、それはある、それをいくつ持っててその中の自分のポケットから引き出しを開けてね、うん、どのアクションを今日やろうかっていうのがいくつかあると、うん、例えば水深っていうかな、そこから10センチ上げたところをゆっくりスイミングさせるとかね、底ずるでなければ食わないとか、うん、食わないとか、うんうん、もしくはこのパパンって1回アクションを超えるとそれに反応して食ってくるとかね、うんそういうのいくつもあるでしょ、うん、でただ重かった重いけど食う、あ重いやつは食うけれども軽いやつは食わないっていう、うん、そういうのもあるしね、それもあるよね、より多く魚を釣らなきゃその辺はもう感覚として取れないんでね、うん、分かんない、もう何年もかかってるからね、うん、ラバージグ、うんうん、僕もラバージグ始めてから長いんで ね使ってね、であとはグラブですよね、これは5インチの方だね、5インチね、うん、まあ4インチでも5インチでもどっちでもいいんだけど、うん、とりあえず5インチ使ってみて、今日のこのウエイトはこれ8分の1、ね、うん、8分の1だいたいこれちょっと上に浮いてる魚は本当は取りたかったのね、うん、まあ、8分の1でね、うん、だいたいまあああいう例えばハンプの上にいるような魚っていうのを落とし込めてこれ一発食ってきちゃうのよね、うんうん、確かにね、そういうようなところで使いたかったんだけど、うん、それもまあ叶わぬ夢と今回はなってしまったわけです。まあとりあえず今のところ前半戦ですか、はいね、はい、で後半に向けてちょっと違う形で魚の見つけ方を、うんうん、考えながらやっていこうかなと思っておりますが、何フィーディングスポットをいくつかやったけど、うん、上がってきてる上に上がってきてフィーディングしてるやつがサイズがちっちゃいのね、うんうんうん、ね、ちょっと前まではこう1キロフィッシュばっかりっていう世界があったの、うん、今度も逆転してちっちゃくなってるから、うんうんうん、だから多分もっと上にいるのかもっと下にいるか、もっと上っていうのがね、ちょっと一つ考えられるけども、うん、一つにはね、うん、もっと上、もっとシャローね、こんなあとまあちょっと深いところもね、この風だったらできる場所あるんで、うん、あ、そう、
1キロフィッシュ行ってみようかなっていう。本当に、うん、美味しいじゃん、うん、フィッシュパターン。あ、またなんで木の上に引っかかっちゃうんだろう。どう思うでしょ。もうこういう風の中であれ頭くんな。クソ、タイトに攻めようと思えば思うほどこういうトラブルになるんだ。よくあることよ。私はクランクベイトでそれをやってしまったことがあるからね。でさらに魚が釣れてしまって宙ぶらりん状態になってしまったことがあるあれはさすがに怒った。ここ場所、はい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 。お、フィッシュ、フィッシュだ。まあ700、700、800、もっと小さいか。いもうちょい来たかもしれないぞ。はいはいはい、うん、900はあるかもしれないな。800フィッシュか。おりゃおい、もう1キロ近いかもしれない、これは。うん、そこそこいいサイズかもしんないぞ。1キロ近いね、これはね。とりあえずは、はい。まあコンディションも普通で、うん、非常に釣りづらいけど、まあ釣れるわ。釣りづらい。さあ頑張っていこう。はいはい、このサイズでもうちょっとワンランクアップ OK。 このブレークをやっていくっていうのは非常に疲れる作業だね。ねえ、うん、さあちょっと動いてみようか。動くかい。これはずっとやっていくには辛すぎる。うん、これがトーナメンターの釣りですね。人が知らないところを探す。別に一匹ずつキープしていく。見えるね、点が吹いて吹くのが決まって、離さなければ目につくことがない。そう、ね、腕は必ず、うん、エリアですね。こっちにいない。当たるかな。こんなこっちだ。ちょっといいみたい。なんか。小型化してきてる小型化してるなぁ。ここもうしょうがないね。ここ2週続きで大きいトーナメントあったんで、ちょっとその辺でね、プレッシャーも絡むしね、うん、まあまあでもこれがうん、こういう風に場所を探して、ね、トーナメントの釣りですわ、うん。来ちゃう。エレキお願い。へい。そいつが来ちゃうって？当たりがギルのようです。またこのサイズ飽きませんね。
お、1キロフィッシュやこれは。怒っちゃうよ。たっぷりいってるわ、たっぷり。1キロないぞ、これは。晴れたから大きいように見えただけだね。すぐ寝明かりすんだよな。あ、いやいや、あ、いや、今のカサカサっていうのがそうか、まさか今の合わせ方。あ、顔面合わせって。あ、両足が思わず上がってしまう。カシャカシャとか言って、なんか今音がしたってことだけど、なんか触れたぞ。ほら、やっぱりマサ。やっぱりバスやんけ。カシャカシャって書いてる。それ来たんだよ。うわ、ちょっと切ってよ。まあまあだ、ね、なあ、なあ、しょうがねえ。こんだけデートミスがいてねえ、やっぱこういうフィーリングを取ってくれば、魚が少しアクティブな魚がおるんですがな。食ってくれる魚が釣れてしまえば何とでも言えると。そう、いや、間違いねえよ、ここはフィーディングスポットだよ。こうずーっと怖がったもん、こう。だから多分そっち深ければ、ここだけ台地になってるんだ、うん、ね。杭がね、ブレイクの上にちょうどあるんで。あるからね。ナイスーナイスーてーということで、ピスピス。ね。とりあえず、あの僕の釣りですわ、これが。ああいうフィーリングスポットを狙っていくっていうのが、簡単に釣れるんだよね、僕の釣り。そのフィーリングスポットはどういうところだって、そういうのを、まあ、皆さんも釣りをしながら考えてください。こんなもん教えたらね、教えたらそれまでですから、考えて。でも今日だいぶヒント言っちゃってるから。そういうことで、まあ、まあまあそういうことでね、皆さんも、まあ、北浦ねとか、まあ、霞ヶ浦もそうですけどね、うん、まあ、この辺の でっかい湖やるときは、もう目に見えるところはやっぱり大きい湖でももう人にやられてますから、うん、それ以外のところを探しながら、やってみてはいかがでしょう。で、今度は僕たち新たにね、今度はさらに大きい魚ね、45、50センチがどこにいるかっていうのを今度はまあ、うん、調べていくっていうのが今度、まあ、僕たちには課せられた使命っていうかな、まあ、釣り方、うん、釣りなんだろうね、うん、と思ってるんだ。このビッグワンっていうのがね、うん、その次に来るでしょ。ただただ、まあ、今日はちょっとガン首揃えて魚を入れ失ってしまったっていうのは正直なところで、うん、ね、非常に難しい状況であったっていうのはもう言い訳にしかならないんですけどね、うん、いや、しょうがないね、うん、こういう日もあるわね、はい、自然が相手だから、うん、ということで皆さん、またまたということで、あんまり締めの言葉にもなりませんけど、うん、もっとね、いい状況で僕はバホバホに出たかったですよね。まあね、うん、まあ、次のチャンスを待ちたいというところで、う、ね、うんうん、釣れる時にね、うん、まあ、でも釣れない時にこんだけ釣ってくんだから、うん、大したもんだ。そうですか。大したもんだ、多分これ普通釣れないよ。慰めみたいですね、それは。今日どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様。